足を立ててたところでなかなかこう一本釣りするのが難しい、状況の変化待ちで食事でも行こうかな、撤退と。でファンキー2に、初代ファンキーに移動します。角はあんま好きじゃないけど奥角は多分好きなんですよ。今の現在のレギュラー確率が、総回転数そのもので今849です。あ、30番台0の6、今のところ0が、今のところですよ、0が良さそうですね。はい、というわけで窓2から初代ファンキーに食事休憩を挟んで移動してきました。で、初代ファンキーはですね、4台並んで設置されているところとバラエティにこの1台離れて設置されている計5台設置なんですけれども、食事休憩に行っている間にですね、他の4台のデータがある程度育ちまして、今全台合算、4台合算で、これ台以外でね、4台合算で4000飛んで92ゲーム回ってまして、ビッグが19回、215分の1、設定6以上、レギュラーが22回、186分の1、設定6以上、ボーナス合成確率が99分の1、相当強いですね。でこの台はまだ42ゲームしか回ってないので勝機ありということで、打っていきます。設定推測要素は主に3つ、まあ、いずれも私の独自調査値なので、確定ではないんだけど、3種類大きな設定差がありまして、まずは通常時の駆動確率、設定16巻で、6.33 から6.09かな。で、単独レギュラーチェリーが出ないでレギュラーが揃う確率が、670から370、16巻でね。あとはレアチェリー確率、特殊な制御を伴ってチェリーが捨ててビッグが引く出るっていうレアチェリー確率が裏表合わせて2200から1600分の1ぐらい。さっきちらっと見たらメア君がファンキー2を打てたんだけど、これはね、おそらく多くの方がまだこう把握してないだろうお話ではあるんだけど、ファンキージャグラー、初代のねファンキージャグラーと梅谷くんの打ってるファンキー2は出玉率が、高評値の出玉率が一緒なんですよ。前設定ほぼ一緒なんです。なんだけど私今チェリー狙いしてるでしょ。チェリー狙いの効果がね、6号機ファンキー2梅谷くんの打ってる方がチェリー狙いの効果がちょっとね薄いんですよ。まあ、逆に言えばチェリー狙いしない人でもあまりチェリー狙いしている人との損の割合が小さくなってるんですよね、6号機の方が。まあそういうこういう話をすると、6号機のチェリー確率って下がってるのって思われる方が多いと思うんだけど、そうじゃなくて全払い出される子役分の目押ししなければ払い出されない枚数の違いです。だから設定1で言うんであれば、この初代ファンキー駆動確率が 6.33 分の1、払い出し枚数が7枚なわけですよ。ファンキー2は、私の独自調査値で言えば設定1の駆動確率が 5.9、 払い出しが8枚、確率はいいし枚数も多いんですよ。つまりこの5号機のファンキーよりも6号機のファンキーの方が目押ししなくても払い出されるコインの量が割合が多いんですよ。結果目押ししなきゃ払い出されないコインの枚数がぐっと狭まると。ちなみに私の独自調査値だと、逆算値だとファンキー2の駆動確率は
設定16巻で 5.9 から 5.8 あまり差がないですね。あ、データが刷新されてる。うん、やっぱりまだ未だに前代合算ビッグ6以上レギュラー6以上ですね、ファンキージャグラー。ただね、ちょっと心配事も1個あって、マド2がね完全にないと思ってやめてきたわけじゃないから、そこがやっぱりありましたってなったら怖いなとは思ってますね。まあ弱者がちょっと足りないっていうのと、セリフが3人分合わせて13回で、どんな未来も資格もどっちも1回も出なかったっていうのと、4台中1台がもうすでに見限られていたこととか、あと私が見てた限り4台合わせてあの時点で通常ラッシュゼロだったこととか、まあそれぐらいかな。まあでもな、だからといって絶対ないとは言い切れないんだよな、まだ。まあ、そんな状態でやめてしまったのがちょっと心配かな。まあ、でも明らかにファンキージャグラーが輝いて見えたので、あのタイミングで移動してなかったらもう空いてなかったでしょうし、さっきからそっちからその通路側からチラチラ見に来る人もいらっしゃいますし、なのでタイミング的にはね良かったと思う。だからあらかじめ話していた午前中の状況分析の速さが勝負だと言っていた通りですね、まあ、状況分析の速さを意識して移動したことで成功したっていうところに着地したい、つまりこの台が正解でしたっていうことになりたい。一応この台は1台だけ離れたところに設置されてるんですけども、まあ、過去にこちらのお店でもういくつもの前代系のデータを見てきて、バラエティの1台だけは除外っていうことが過去に一度もないので、この辺は心配しなくても良いですね。あとは本当にファンキーが善かそうじゃないのか。ブドウはめちゃめちゃいいですね。まだ400ゲームしか回せてないけど、400分の81、 4.93 ですよ。ただね、ファンキーは初代もこの2もそうだけども、ブドウはね設定差が小さいんですよね。なのであまり参考にしない方がいいかな。あくまでもその台に高設定が使われている根拠優先で見ていきたいなと、まあ、そういう意味では今日は取材により前代系が一箇所、その一箇所が大ファンキーなんじゃないかっていう根拠がどこまで強いか一回見たいです。不安になってきたわ。あ、他の4台見に行こう。波動台だけだったんですよね、足りてなかったのが。うわー、まだ足りないのか。波動台だけ足りないんですよね。でそれ以外は6以上6以上6以上、うん、足りてるんだよな。こんな3台も足りてて全じゃないなんてことないですよね。うん、頑張ろう。ちなみにね、今ブドウ100回です。で189ゲームで100回だったから、5.48、 6起きたとしても6以上だわ。ただ今のところノーペカで、前任者と合わせて600ハマるところですね。なんだろう、これ壊れてんじゃないの。こんな朝一から700も一度もペカらずハマって高設定なわけないっていう風に考える人も多いだろうな。例えば今朝一で731ゲームストレートハマり食らってますけども、
この現象が設定1で起きる確率と設定6で起きる確率ってそこまで差はないんですよ。設定1で起こり得て設定1で起こり得て6で起こり得ないって言えるほどのものじゃないんですよね。ただやっぱり朝一ストレートハマリってまあインパクトがキャッチーじゃないですか。だからまあそう思われがちだけど実はそうでもない。と自分に言い聞かせて頑張る。やっと当たったよ。758ゲーム私が回したのが716ゲームか。追い銭が21,000円、総投資37,000円で単独のビッグや。あーしんどかった。まあでもいずれにせよ今巨大ファンキーは5台とも分回ってるから試行数も増えていくでしょうし、正解か不正解かの結論が出るのもそんなに遠くはないと思います。私の右隣のマイジャグラー3がずーっと順調なんですよ。で今台番号を確認したらね220番なんですよね。私が朝一座った窓2で唯一上かも挙動を示してた弱地いっぱい落ちる赤スイカ赤引く私の左隣だった台もう末尾0番だったんですよね。もしかしたら末尾が半分当たりっていうのは今日ゼロかもしれない。今時間が13時50分現在で前代合算のゲーム数がちょうど7000ゲームぐらいですね。で、7000ゲーム終わって5代合算ビッグ確率228分の1、設定6ぐらいです。レギュラーが262分の1、設定6以上完璧です。ただ私は引けてない。この台込みで6以上ですからね。だからよっぽど他がいいんですよね。やるか。あのブドウとビッグはめちゃくちゃいいんですけども、レギュラーが悪いと。レギュラーは今1111で2回で、ただ他のね、ジャグラーの感覚と違って、まあ、割とそのビッグが大事、レギュラーも大事ですけども他よりはちょっと弱いんですよ。にしてもちょっと怖いですけど、ただまあ、ファンキージャグラー2には、取材の傾向的には確実に入る。で、こっちに6台あって向こうに2台あるんですけど、向こうの2台はここ2ヶ月そういった取材では入ってないんですよ。なので除外して、で一番入りやすいのが入りやすい、ここ2ヶ月入ってたのはこの角と角さんで、今のとこは、まあ、僕の台以外はねみんな人が打ったり離れたりなんで、まあ、みんなはみんなしっかりね、判別してるか、してたとしても数値がついてきてるかわからないけれども、まあ、その辺でも、まあ、もともと数値的にもねビッグと、このブドウ確率だけでも続けられるんですけれども、まあ、続けてもいいかなと。でその、まあ、取材的に、特定祭りが2分の1で6っていうのはあるんですけど、で今のところねゼロっぽいんですよ。でゼロっぽくて、ファンキージャグラー2にも末尾ゼロがあって、それが当たりっぽいと怖いんですけど、現状はね864で2の0かな、なのでなさそうなんですよ。なんで、ファンキー2はその2分の1の外れてる方に入ってるんだったらば、まあ、状況的にもこの台まだ続けていいかなっていう感じですかね。でももともと前傾は期待してません、3台以上、が入る傾向にあって5台までは入るんですけれども、それ以上の台数は、僕が見た限りは見つけられなかったん でどうやらファンキー2じゃなくてファンキーの方が怪しいですね。
おい、やはりレギュラーは良くならずですか。おう、ちょっとだけ良くなりやがって来たら来たら文句言うなって話ですよ。今ね1472です、総回転数500分の1よりは良くなりました、レギュラーが。さあこれで総回転数1500です。まあ、リプレイ、まあ、リプレイなんで、あのもしね何かいいのがあって、多分ないと思いますけど、映るってなったら1ゲーム回さなきゃいけなくなるんで、ここはリプレイ以外のフラグにしておいて、はい、じゃ計算します、ちょっと数値を。はい、まあボーナス確率はもうすごい計算しやすいですね。1500で、ビッグ8回もうこれ200分の1よりいいんで、もう6よりいいと。でただレグ額は500分の1めちゃ悪いっす。はい、でもブドウが1501ゲームで279個落ちてて 5.37 分の1です。めちゃくちゃいいですよ。だから、まあ、今までのジャグラーより僕はビッグも結構、意識しますよっていうところのビッグがめちゃくちゃいい。で、ブドウ、解析は出てないけれども、まあ6分の1より悪かったらダメで、まあまあね、まあ、明らかにいいでしょって 5.37 分の1なんでっていうところで、まあな、微妙だなっていうのを込みで、まあ、どっちかというといいんですけど、僕的にはいいんですけど、それを込みでちょっと回遊しましょう。はい、本当はですねサイト7のデータで、結構、まあ、店内状況も分かるんですけど、ガリさんとかは割とそうしますね。僕はあの、まあ、回す時間はちょっと減るけど、見て回って人も込みで見たいっていうのもあるんで、でまあちょっとまあもうここれぐらいになってくるとなんとなく見るじゃなくて、気をつけるべきことはまず、まあファンキーだと他に出てる台があるか、プラス末尾ゼロの挙動ですね。で末尾ゼロがこれ、まあ864でビッグ2回だけ、でこれが786で1の3、まあレギュラーはありだけどちょっとビッグ悪いなみたいな。でこいつ稼働してないと。で、あちょっとやべえのがあるな、213番台11の7、これじゃねみたいなね怖っ、いつの間にか強くなってる。一応ここのファンキーも見ますけど、あちょっと今食事休憩中、これちょっと出てんだよ。でもね、まあビッグが良くてレギュラーよくない感じでした。でも俺のちょっと危ないですね。一個すごいいいのがあって、それは末尾0ではなくて末尾3なんですけど、でマイジャグが末尾0、30番台が出てる。だからこの末尾が絡むときはやっぱ好きな場所だけで見ると、末尾に邪魔されていろいろずれちゃうですね。でこのファンキーの方が当たり臭い、まあ、微妙なのもありますけどね、もちろんありますけど、2台めちゃくちゃ走ってるのがあるん でガリさんは離れ小島のファンキーを打ってるんですけど、きつそう。ああゼロですね、これ特定末尾が2分の1っていう日だと、その末尾が怪しいなと思うってことは、その要は2分の1の当たりの方が減っていってるってことなんで、むずいですよ、残りの末尾ゼロに行く勇気がね。で、だいたいみんな触ってるんですよ。これ49ゲームしか回してないけど、これはありっすよね。あのリスク回避も込みでできるんで、まあ、でもリスクは、まあ、リスクは何で出てるか全然わかんないけど、で、まあ、番長3も走ってるんで、末尾ゼロかな。でも、まあまあ、しかもね、2分の1ぴったりかどうかわかんないですよね。2分の1以上なんで、花火は本当ありだけどな。でも俺の台もまだなくないと思ってるんですよ。いや普通で考えると、もうそのレク格でよく続けんなと思ってるかもしれないですけど、あるんですよこれぐらいのことは。マジであんまないですけど、だから今葛藤しながら、ブドウ良すぎるしな。あ今日外してますね。でも僕この、 あの奥角のスーミラーかファンキーと思ってたんで、ちょっと奥角のファンキーが数ミラも良くないですからね。今873で3の3で、これ末尾とか絡まないときで、そのよくやってる資材ではこの2台ばっか入るんですよ、奥角と奥に。ただ今日はねちょっとね、その給得テレビと絡む月に3回しかない日なんで、3回だよね。それやっぱサンプルが少ないんですよ、見れるデータが。で同じ続けるでも、さっきよりだいぶ消極的というか、やべえかもなっていう。それはまあ、ファンキーに出てる台が出てきちゃったこと、
で、僕が結構ねサンプル取ったのは、まあ、この取材じゃない他の取材なんですよ。なんでこの取材は末尾が絡むのを結構狙いがずれてくるんじゃないかなっていうところで、リンクかゾロ目で引いたんですね。見た目は34になってますけど、ビッグだけはすごいずっといいんだけどな。変な話やめちゃってもいいんですよこういう時。やっぱり動画撮影なんで、まあ、どうせまだね最終的に打つことになると思うから、その可能性の方を追うってことできますけど、皆さんが打ってる時は不安だったからやめようと、勝ってるうちにやめよう、まあ、負けてもそうなんですけど、やめようってしてもいいと思います、怖くなったら。僕で言うとよくその、まあ、この番組ではあんまりやりたくないんですけど、アクロスとかディスク打つのは、そうやめようってなった時にリスク回避で一応あと動画として打っときたいからみたいなんで打ってるんですよ。何もしてないに等しいんですよ実は。今ブドウが300個、総回転数は1628、 5.4 ちょいですね。ブドウだけビッグだけとかだったら、ブドウとビッグどっちもいいんだよな。でレギュラーだけ悪いと、なので49ゲームしか回ってないから何も分かんねえじゃん。でも2分の1って考えると、大体そのボックスの2分の1だったらディスクも末尾ゼロでずっと続けてるんですよ。でもカウントしてないんだよな。でもだからデータ的に出てる台を打つってことはもうないんですよ。いろんな根拠があるんで、今日みたいな前傾とか末尾とか、基本的にそれも要はデータ打ち、履歴打ちはないんですけど、辛そうですね。助けてくださいまあでも合算だったらまだ足りてるんですよね。あ、ガイリさんの込みで足りてるってことですね。そうです、ハマり役大変です頑張ってください。まあ多分本当ファンキー当たりっぽいんで、ガイリさんはただ引き負けてるだけだと思います。で、まあ、僕はもう今来たとして、全く状況、さっきの僕の打ってるファンキー2の状況全部聞いた。で、友達が帰ります、どうします、で、今末尾ゼロっぽい、見て回ってください、あ、末尾ゼロっぽいね、で、花火も相手です、どうしますって言われたら、でもあのブドウ聞いたら違うかもしんないけど、とりあえずファンキーやるわってなるわ、うん、なる。でもこれいいっすよ本当に、続けるときやめるとき、棋士選択に迷ったときに冷静になるとき、今来て状況全部知ったらどうするか。おう、おお、いや、レギュラーが良くなってくれば文句なしですよ。これでやっと440何分の1ぐらい割る。向こうの手前の角が強いな。あれ、ちょっとファンキー一瞬見てきていいですか。空いてんの、空いてはないか、この状況で空いてるし。いや、でもこれは映るべきかな。じゃあ、ちょっと待ってください。さすがにね、やめる直前だったらキープしてるんで、これを押さえて、ちょっとね、もう情報交換していいらしいんで。いや、もう僕の相変わらずレギュラー引けずに苦しいんですけど、あっちの肩のファンキーが空き台になったんですよ。いいんじゃないですか、行った方が。いや、まあ、僕が行くっていうのもそうだし、その空き台になっちゃったっていうのをガリさんにとってはマイナス要因になる可能性あるじゃないですか。そうですね、だから伝えに来たっす。一応まだ全然ビッグもレギュラーも6以上です。そうっすよね。で、他に前傾っぽいのは今のところないんですよ、消去法で見てもね。はい、でもそうなると結果的に俺とガリさんが、まあ、すごいダメな方を回すって感じになりますよね。そうですねしょうがない。まあ、僕もちょうど本当やめようかなと思ってたところなんで、移動しようと思います。いいと思います、はい、ただ一応カウントしてたっぽいとかやめたんで、まあまあちょっとあれですけどね、はい、はい、了解です、はい、そこは覚悟の上で頑張りましょう、はい、
ということで、まあ、僕の今ちょうどやめようやめないとあの代はまだはっきりしない状況なんですけれども、そのお店 の, その取材内容とか状況込みで考えると、まあ、こっちかなと。で、まあ、僕も計算したらすぐ分かることなんだけど、今しゃべり、これが開きましたって状況伝えに行ったら、まあ、ガリさんがちょうど見てくれて、まあ、あのファンキージャグラー全体の合算がレグも、ビッグも6以上っていう状況らしいんで、ただね怖いのは1台むちゃくちゃ走ってるんで、あれが末尾ゼロだったりしたらちょっと怖いけど、違うんですねこれが。しかもねジャグラー内なんで持ち玉移動できるんですよ。でどうせあんなの打たないし、まあ、戻ることは多分ないと思う、ごめん戻ることはないと思う、2から1へ移動します。ビッグ239、レギュラー299、なんだちょっと悪化したぞ、怖いな、やめてよもうやめてよ。スーミラに関しては5台設置だから絶対入るわけでしょ。